おかしい。洞窟内の様子が全く探知できない。信号が妨害されているんじゃないかな。海底の蛍光石は信号の送受信を妨害するってリンヤさんが言ってた。信号が届かないってことは、何か異常があったらあのドロイドたちが知らせるんだね。行こう。まずこの洞窟に向かってみましょう。これはインキュベーターが作った巣穴よ。困ったな。イニスは思ったより危険な状況にあるみたい。他の洞窟にもあるのかも。これがきっとあの廃遺騎士たちの発生源の一つなんだわ。この廃遺騎士の群れが信号の届かないエリアに隠れているのは偶然なの？それとも誰かがわざと？それに近くのパトロールドロイドもイニスに警告を発していない。もっとも警告信号が妨害されて届いていないのかもしれないけど。ということはやっぱりインニスにディスガイザーが潜んでるのかな。結論を出す前にもっと手がかりが必要そうね。うん、そうだね。とりあえずこのパトロールドロイドについてワンニンさんに詳しく聞いてみよう。この廃遺騎士の卵はどうしよう。壊しておいた方がいいかな。うん、でもまだ廃遺騎士がたくさん潜んでいるかもしれないし、やっぱり慎重にいた方がいいわ。うん、じゃあ先にインニスに戻ろう。ワンリンさん、インニスの周辺海域で廃遺騎士の痕跡を見つけました。周辺海域？もしかして日常のパトロールで見落とされていたのかもしれません。具体的な位置は？廃遺騎士の巣穴はインニス周辺海域の蛍光石の洞窟にありました。そこはパトロールドロイドの巡回経路じゃないか。これまでそんな報告は受けていないぞ。だからこそパトロールの詳しい状況を確認したいんです。記録を調べてみます。これは機密情報だ。関係者以外には明かせない。君たちの話は分かった。こちらで早急に調査しよう。フィアナ様からはお二人の仕事に全力で協力するよう指示されておりますので、お二人がお知りになりたい情報は全てお話しします。フィアナ様のご命令ならば。では私もできるだけ協力しよう。インニス周辺海域のパトロールは保安部のルシウス部長が担当しています。ドロイドは通常のパトロールの他にマーク小隊から提供された情報に基づいて一部エリアを重点的に巡回している。巡回ルートはルシウス部長が毎週マーク小隊の報告に基づいて調整している。具体的な配置を知っているのはルシウス部長と私、それにフィオナ様だけだ。ただこの2週間ルシウス部長が体調を崩しているためルートの調整は私とロイが行っています。私はこの間業務を引き継いだばかりですが、ルシウス部長のやり方通りに行っているのでそこに間違いはないと思います。ちぇ、一体どこで問題が起きたというんだ。わかりました。ありがとうございます。廃遺騎士は一体どうやってドロイドとマーク小隊の目をすり抜けているんだろう。
イカロスさんたちに聞きに行こう。イカロスさん、マーク小隊のパトロール計画について教えてくれないかな。あ、今ちょうどその話をしていたところです。僕たちはフィオナさんの指示に基づいてパトロールする他に、廃棄士の活動信号をもとにその場所を重点的にパトロールするんです。廃棄士の活動にはあまり規則性がありません。できるだけ広い範囲をパトロールし、不審な場所を見逃さないようにするしかありません。シロさんは探査装置の置かれたエリアを監視しています。彼女は通常僕たちと一緒には行動しません。ですがイーネさんが最近意外な発見をしたようです。あのね、ここんとこ何日か隊長がいなかったんだけど、そしたらイーネ全然廃棄士を捕まえられなかったの。あいつらまるでイーネを避けてるみたい。本当にイライラする。いつも逃げられちゃうんだよ。あーもう本当頭にくるな。廃棄士がイーネさんを避けている。モリニアさんはどう思いますか。イーネさんとのパトロール中、確かにその奇妙な現象が。あいつらわざとイーネを誘うように逃げるんだけど、追いつかれそうになるとすぐパッと散らばっちゃうんだ。見てろ、捕まえたらギッタギタにしてやる。そのこの前モリニアとね、別々に行動したらどうなるかって試してみたの。だけどイーネにはよく分かんなかった。その私一人の時は廃棄士はまるで目標を見失ったかのように見えました。どういうこと？廃棄士がみんなイーネに驚いて逃げちゃってるってこと？うん、フィオナさんによると廃棄士の行動にはっきりした目的が感じられるらしいんだ。イーネさんにだけ廃棄士が反応する。何か特別な理由があるのでしょうか。それともイーネさん、インニスに来た時あなたのボディを改造してもらいましたよね。誰が担当したか覚えていますか。保安部の技術者だったような。名前は確かナーラさん。それがどうかした。もしかしてその時に。はい、廃棄士の動きはイーネさんの改造と関係があるのではないかと。え、そうなの。その時イーネさんに新機能がたくさん追加されたようで、彼女は今では廃棄士の信号をより正確に受け取れるようになりました。廃棄士がこれを逆利用できるとしたら。位置を特定する機能とか。その可能性もあります。ただナーラさんからはそのような話は聞いていません。言い忘れたのか、それとも他に理由があるのか、詳細はナーラさんに確認するしかありませんね。ええ、絶対に真相を突き止めましょう。クレイン部長が帰ったと思ったら、また新しい顔が二人も。私は眠い。お仕事本当に忙しいんですね。そりゃそうですよ。技術部の仕事ってすごく頭を使うんです。おまけにクレイン部長の鶴の一声で何日も残業。クレイン部長？ルシウス部長ではなくて。そうですよ。才気あふれるクレイン技術部長様が仕事のご指導にいらっしゃったの。彼の言う通りにパトロールドロイドを改良したのはつい先日のことなんですけどね。今度も情報受信システムに新しいアイデアを山ほど。
口で言うのは簡単だけど、おかげでこっちは何日も残業ですよ。それでご用件は、あんまり時間がないんです。何しろクレイン部長がもうすぐ機能のチェックに来ますから。マーク招待のいいねの調整とアップグレードを担当されたそうですが。マーク招待？ああ、確かに私が担当しましたよ。あの子、本当に面白いですね。彼女が搭載している戦闘チップは、確かあれは。話の途中にすみません。その時彼女に位置特定機能も追加しましたよね。え？そうでしたっけ？よくわかりませんけど、全部クレイン部長の指示通りにやりましたよ。位置特定機能ね。もしかして私には情報権限がなかったのかも。きっとそうですね。で、その機能が何か？まさかバグですか？面倒な統合機能ほど問題が出やすいんですよね。最初から分かっていれば。あ、いえ、違うんです。確認したかっただけです。それならいいんですけど。マーク招待の位置情報は、こちらで見ることができますか？それは無理でしょうね。ほら、私も全然知らなかったんですから。きっと、フィオナ様が指定した人間しか見られない機密情報なんですよ。パトロールドロイドの改良について、もう少し詳しく教えてもらえませんか？具体的な技術については、お話しできませんね。ま、うちの天才部長が厳しくチェックしてるんだから、パトロールドロイドについては何の心配もいりませんよ。その、フィオナさんが、パトロールドロイドの一部を抜き出して、性能検査をしたいと。え？フィオナ様からの緊急要請なんですか？じゃあ、急いでやりますね。後で報告に行きますから。用事はそれだけですよね。じゃあ、早速取り掛かりますね。手がかりはたくさん見つかったけど、これだけじゃ犯人を特定するのは難しそうだね。まずこの情報をフィオナさんと共有しよう。エクセキューター、シャーリーさん、お帰りなさい。今、ランさんと吸域の状況について話し合っていたところよ。あなたたちも重要な情報をたくさん持ち帰ってくれたようね。フィオナさん、インニス周辺海域の蛍光石の洞窟内にインキュベーターの巣穴を発見しました。インキュベーター？促進能力を持つタイプの廃棄種ですか？やはり、ベラにも奴らの痕跡が。そこは確か、廃棄種の信号が探知できないエリアだったわね。だから特別にパトロールドロイドを定期的に巡回させているの。しかし現状では、イーニスはその警告を受け取っていません。誰かが警告情報を故意に隠している。この他、廃棄種の不可解な行動についても調査しました。マーク招待によると、一部の廃棄種は、わざと正体の注意を引きつけ、巡回ルートを変えるよう誘導しているようです。マーク正体をある地点におびき寄せ、到着する前にそこを離れてしまう。彼らは何度も無駄足を踏まされたそうです。それでは調査効率は大幅に低下するわね。でもそうなると、廃棄種はマーク正体の行き先を把握しているということになるわ。はい。これはイーネの位置特定装置と関係があるのではないかと推測しています。それってつまり、これは重要な情報ね。知っている人間も限られている。フィオナ様！大変です！検査を命じられたパトロールドロイドたちは、
行動プログラムが改ざんされています。あのドロイドたちはあらゆる廃液種を無害な海洋生物と認識しています。分かったわ。直ちにパトロールドロイドを一つ残らず回収して、誤ったプログラムを全て修正しましょう。はい、ロイ副官はすでにこの件の対応に当たっています。私もこれから手伝いに行きます。みんなでこの件について話し合わなければね。どうやらもうあなたの中で答えは出ているようね。クレイン、シロさんが発見した異常信号の分析に進展はあった？フィオナ様、それは海洋生物の正常な活動によるもので気にする必要などありません。無駄な調査に時間を費やすべきではないと考えます。どういうことかしら。異常信号と廃液種の活動とは無関係。その根拠はあるの？それは偶然の一致に過ぎません。あるいは廃液種の活動を正常な生物活動と誤認しているとか。ついさっきパトロールドロイドのプログラムが改ざんされていることが分かったわ。廃液種を海洋生物だと誤認させていた。ルシウス、どう思う？私はそのようなことは存じておりません。一体いつ？ハッカーか。何者かがドロイドの管理ネットワークに侵入したのかもしれません。今すぐ徹底的に調査いたします。そうですね。もしかしたら私が油断したのかもしれません。状況が緊迫している今、些細な見落としも命取りよ。リンヤによるとディスガイザーと呼ばれる廃液種が発見されたそうよ。人間に寄生する能力を持っていて、寄生されたものは廃液種の操り人形になってしまう。もしかしたらこのディスガイザーに操られた人間が密かにイニスの防衛システムをかく乱したのかもしれない。廃液種の操り人形。分かったぞ。すでに調査で明らかだ。あなたがパトロールドロイドのプログラムを改ざんして廃液種を識別できなくしたのでしょう。これでは危険区域を何度巡回しても無駄だ。病気療養中の2週間、私たちはあなたの仕事を引き継いだ。だがあなたの陰謀は誰にも知られなかった。いえ、それも仮病でしょう。万一追及されても2週間の療養は絶好のアリバイだ。ロイ、ロイ、落ち着きなさい。私たちが争っていては、それこそディスガイザーの思うつぼよ。申し訳ありません。クレインの体の方はどうなの？ディスガイザーは何か悪い影響を及ぼすのかしら。おそらくすぐ目が覚めるはずよ。でもしばらくは隔離して観察が必要ね。分かったわ。ワンリン、彼をお願い。これまでのパトロールドロイドの報告は全て無駄だった。改めて実情を調査する必要があるわね。ええ、この件は私たちに任せて。みんな気をつけて、インキュベーターよ。はい。この廃液種たち、深淵の渦を目指しているの？その可能性は高いわ。あそこを守るために人員を配置しているけど、少し心配ね。
ここの範囲機種を倒したら深淵の渦に戻って守りを固めた方がいいわね。深い海域に向かっているみたい。なんてこと。まさか深淵の渦は一箇所だけじゃなかったの。急いでインニスに戻るわよ。集まっている。そこにはネストマザーによってできた深淵の渦もあるはずよ。私たちの今の力ではこれだけ膨大な数の範囲機種に立ち向かうのは難しいでしょう。私たちはまさにそのために来たんです。彼らはベラの深刻な脅威であり、球域の安全をも脅かしています。あの範囲機種の群れを排除すれば球域の安全にもつながり、範囲機種の行動の解明にも一歩近づく。奴らの欲しいままにさせてはおけないわ。インニスにとっても大きなリスクになりかねない。私たちも一緒に食い止めます。ええ、ルシウス、インニスの防衛計画の変更を願い、戦力をインニス市内に集中させ、何に変えても住民の安全を守りなさい。ロイはクレインの職務を代行してミラポリスとの通信を早急に回復して、いち早くユリン様にインニスが直面している危機を知らせるのよ。インニスの最高権限はひとまずワンリンに委ねるわ。インニスのことはあなたたちに任せたわよ。フィオナ様、出発しましょう。リンヤ、はあ、廃墟の剣